はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。国務チャンネルのショーが今日は、バブエル・ワンデブ海峡・封鎖船舶航行停止をお送りいたします。よろしくお願いします。もう大変な事態に発展してますね。あの、もう日々、連日、連夜ですね、風刺派の人々が、まあ、軍隊なんですけれども、人たちが、まあ、あの、もう、どんどんバチバチやっていることで、タンカーとかドカーン、 ね、あの、貨物、船舶、ドカーン、ということで、燃え上がっております。で、本当に燃え上がってるんですよ。毎日、一隻二隻とね。で、これを受けてですね、まあ、マークスラインとか、まあ、大手の、まあ、あの、船の商船業者ですよね。貿易の、まあ、あの、船、船舶の管理している大きな会社、大手4社。もう、航海と、バベルマンデブ海峡、我々の船は、すべて、貿易、 高校、停止、措置を取る、という発表がありました。これはね、とんでもないことなんですよ。すごいことですよ。あの、ほぼ、だから封鎖状態ですよ。もう封鎖されたんですよね。今、あのバ、バインダーが落っこっちゃって、ごめんなさい、音が入っちゃって。バインダーが落ちちゃって、どうすればいいんだ。<laughs> 前も言った、ダジャレ。ねえ、ダジャレ親父だ。ということで、 いや、本当にこ、ね、このね、あの、挟まないといけないの。挟まないとね、YouTube たが何の話をしてるかね、あの、すぐ分かっちゃうんですよ、最近。頭良くなって。で、いろんなね、あの、四方八方にボギョーンって飛んでる話を混ぜないといけないの。<laughs> いけないのって私の都合だよ。ね。いや、だけど本当に。だから、バブルマンデブ海峡は、もうね、80%の船通ってないんですよ。停止しちゃったの、自ら。 怖いのがあるんですよ。怖いですよ。船長だって嫌だよね。ここでだって飛んでくるかもしれないんですよ。で、ドカーンってされるかもしれないのに、ね、ボンボーンとか言いながら、のんきにね、船ナりルの歌かなんか歌いながら、ね、後悔を後悔することはできないんですよ。大後悔になっちゃいますから、本当にね。 もう後悔する羽目になるんですよ。どの後悔だから漢字が出てないからわかんない。もう後悔がわかんない。どの後悔なんだかね。で、後悔もダメなの。後悔ももう通らないって言ってるわけ。だから後悔に、要するに港にもう入っていかない。後悔の。で、あのー、バベルマンデブ海峡も通らないって言ってるわけ。もうあそこら辺全部ね、もうやめやめやめ。でもね、皆さんね、あの、これは天然ガスとかね、もちろんすんごいそこ通ってるんですよ。 あとは石油のタンカーね。もう通ってるんですよ。貿易で。それだけじゃないんですよ。あの、貨物船で荷物運んでる小型の船も通ってるけど、それも全部停止。で、あの、本当にジャムの瓶詰めのね、オレンジのジャムとか、あとは、まあ、オリーブですよ。オリーブオイルとか、オリーブそのもの、あの、その実をつけたものとか、瓶詰めとかね。あの、そういうものとか、あとドライフルーツをいっぱい作っての中東って、そのドライフルーツ、全種類。もうそれも来ない。全然。 だからフルーツ類が、あの、缶詰も作ってるけど、それがね、来なくなっちゃう。すべて。これ世界中ヨーロッパにも、あの、運んでってます。日本にも入ってきてますよ。そういうフルーツね。ドライフルーツも。だそういうのが全部なくなっちゃうわけですよ。あと、チーズ類が多いですよ。結構チーズ作ってるんで,で、そういうのが全部ヨーロッパにはいかなくなってしまうから、イタリアなんか大変だよね。だってチーズを使うじゃない。で、結構、あの、中東のチーズ使ってるんですよ。イタリアのお店ってね。 だからその中東のチーズが一切入ってこないということになると、まあチーズの値段が価格がバーンと跳ね上がるのと、あとは手に入んなくなっちゃってる。もう入らない。もう今から高騰してるから、これはね、大変なことですよ。やっぱり食べ物がね、ちょっと足りなくなる傾向にあるっていうことですよね。もっと加速していくわけですよ。これはだから2024年、もう大きい影響出ますよ、必ず。これだともう、海運業者が、 大手がすべて、そこをもうやめたって言ってるんですよ。で、これはね、あの、ホルムズ海峡と航海の方なんだけど、この北側にホルムズ海峡があるわけですよ。すぐそばに。で、どん詰まりがペルシャ湾。こっちの方はでかいよ。もっと貿易の額が大きい。4倍から5倍の規模なんですよ。そっちはね、世界の大動脈と言われていて、日本人にとったら日本にとっては大動脈どこじゃないよね。 本当に、日本のエネルギーの大元なんですよ。もう、ホルンズ海域を封鎖されたら終わっちゃう。80%の石油エネルギー止まっちゃうわけだから、天然ガスも20%。で、まあ、バベルマンデブと航海の方だって、まあ、輸入してますからね、食べ物もね、貿易に関係ありますから、日本だっていっぱいいろんなものを。あのね、これあのー、加工食品ですよね。 例えばあの焼いてるケーキに入っているドライフルーツみたいなフルーツとか、そういうものを使ってるわけですよ、中東のものをね。そういうものが入ってこなくなったりた、あのまあ値段が上がったり、もう品不足になったり、ケーキも作れなくなっちゃう、小麦も作ってるしね、トウモロコシなんかも生産してるし、いろんなもの作ってるんですよ、とにかくね、中東で、それ全部止まっちゃうんですよ。これはね、大打撃ですよ。 で世界中の、だから食品の、まあ、ヨーロッパなんかだとね、ヨーロッパに向けての食品は40%ぐらいなくなるんじゃないかと言われてますよ。今回のことで。ヨーロッパ大変ですよ。だから4割ですよ。4割の食料がヨーロッパで不足するんじゃないかと言われてるんですよ。これなぜかっていうと、バブルマンデブが今回、ね、あの船舶が停止になったでしょ ?8 割型停止なので、で、 それだけで40%ヨーロッパ困るわけじゃないんですよ。そこがなくなると東南アジアもそこからドライフルーツとかいろんなもの輸入してるんですよ。オリーブオイルとかオリーブとか。ね。他のもの、小麦も。それも来ないじゃないですか。で、その東南アジアで、あ、まる、まあまあ力持ってる国もありますよ。マレーシアみたいに。そしたらどっから買うかって言ったら、もう高くても買えるとこから買わなきゃいけないから、買い付けるわけですよ。で、も競売競争みたいになってるんで、高いところにやっぱり売るんですよ。 ということは、ヨーロッパに今まで流れていた分が、東南アジアに流れていくわけですよ。当然ヨーロッパの食料っていうのは不足してしまう。まあ、それをね、あの、計算して推測すると、ヨーロッパの食料は40%なくなるんじゃないかと言われてるんですよ。まあ日本も、まあ今日本を計算する人がないなんで、日本に対してね、何パーセントくらいなくなるかちょっとわかんないですよ、日本は。日本わかんないけど、まあ、10%、20%はなくなるでしょう、うこれで。 食料が。な、これは大事だよね。で、ヨーロッパ40って出てるんです。もうすでにね。大事なんでね。ヨーロッパ向けが多いんですよ。紅海と、まあ、その、バベルマンデブ海峡を通ってね。だから、いやー、これはね、大事ですよ。ね。だから、その先の、まあ、運河も通っていくじゃないですか。だから、運河も通れない。もう、紅海通れない。運河も通れないですからね。運河も、あの、管理してるからね。あの、イエメン側がね。 だから風刺派が暴れて暴れて暴れまくってるんで、そこら辺全部影響が出ちゃって、もうビビっちゃってね、もうこれは怖いからもうやだよ仕事や、やんないよと。要するにあ、まあだって、ねえ、船舶って別に何か、あの、防衛するための何かがついてるわけじゃないから、やられっぱなしででかい標的でしょタンカーなんか200メートル超えてるんだから、標的としてはでかいよね。すごいでしょ標的がもう、 200メートルの標的が海に浮かんでゆっくり走ってるんだからそりゃ <laughs> 狙いやすいでしょ。これは怖いよね。さあ撃ってくださいと言わんばかりだもんね。怖すぎるでしょ。乗ってる人は怖いよ。ね。いきなりだって上からブワーンってヘリコプターで降りてくるか、横から細長いものがブワーンって飛んでくるか、どっちかなんね。ね。 どっちか選べって言ったらどっち選ぶ <laughs> いやどっちも選ばないやだよ。ねだから停止しちゃったのよ。船長がね、嫌がってるんだってみんな。<laughs> それ当たり前だよね。喜んでる船長いないよね。あの、どてっぱらに食らうの <laughs> やってみたいな、受けてみたいな、なんてね。そんな船長いないよね。どっか、頭どっかネジ外れちゃってるでしょ、そんな船長。だからね。 船長がね、いくらお金もらっても、いやーもう無理だ、やだよって言ってるんですよ。船長いないと船動かないからね、船員だけじゃダメでしょ何やっていいか分かんないもんね。船長は、このね、でっかいタンカーとか貨物船をね、操縦できる船長っていうのはね、腕のいい船長じゃなきゃいけないの。なぜかっていうとね、ホルムズ海峡もそうだけど、その、バンデブーの海峡狭いの。幅が浅いし。だからそこを、 ちゃんと安全に通す、通れるような船長ってのは慣れてなきゃいけないわけ。そこを何十回も通ってなかったら事故が起きちゃうわけ。だから限られてんの、船長の数って。どこでもいいんだったらね、あの太平洋のど真ん中をただひたすらハワイから日本に来るとか言うんだったら、誰だってできるよ。そこら辺の幼稚園生だって。だって GPS で自動操縦ね、ピッてやれば、 ただまっすぐくらいのもん、ね、海を。それは簡単だけど、あの、ホルムズ海峡とバンデブー海峡はそういうわけにいかないの。もう曲がりくねってるし、浅いし、幅は狭いし、いろんな船は向こうから来るし、すれ違うし、大変なの。そのな中、上からヘリコプターか、横から、あの、細長いものがやってくるわけ。それ無理だよね。それは。 それを避けながらとか無理でしょどう考えたって。だからね、あの、守るね、防衛のシステムも何にもないんでね。だから、アイアンドームみたいのがね、タンカーについてらいいですよ、まだ。ないの、何にも。無防備。うん、だからこれはね、裸の対象だね。本当にね。ぼ、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 僕は、あ、な、何も、防備がないんだな。 って言いながらね、スイカかなんか食べてね、<laughs> 知らないかも、そのドラマ、<laughs> 面白いのあったんですよ。東芝日曜劇場だったかなあれね、なんだったかね。なんか面白かったですよね。9時ぐらいからやって1時間ね。ねえ、山下清だった。そう。あ思い出したあのね、どこだったかななんかどっかにね、長野県だったかなあの、山下清美術館ってのあんの ちっちゃいんだけど、そこ行ったことがあんの。なんかね、たまたまね、そこ通ったの、近く。だからなんかね、家、でっかい家みたいな感じのとこでやってんだよね。で、その家の、なんか、屋根かなんかに看板がついてて、山下清なん美術館って書いてあったかななんとか館って書いてあったの。なんだ、あんなとこにあんなのあるんだ。寄ってこうかー、なんて言って、まあ友達と乗ってて、面白そうだね、って言って行ったことあった。 で、山下清さんの作品がね、あの、ところせましとね、並んでるの。で、良かったですよ。あ綺麗だね。あれはあのー、張り絵っていうのかな,なんか紙をちぎって貼るんだよね。あのー、もうほんと何千枚、何万枚もこうやって貼っていくんだけど、ちぎっては貼って、ちぎっては貼って。いやーあのー、の、良かったですよ。本当に。あの、皆さんぜひね、小さいところですけど、あの、行くと楽しいですよ。味わいあってね。 なかなか見れないよ。実際の山下清さんの絵って。写真ではね、見たことある人いるかもしれないけど、ね。で私、その絵を見ながら、ぼぼぼぼ僕はとか言ってたら、係の人が、何な,なんですかあなたって言われました。<laughs> <laughs> やっちゃいけなかったのかな <laughs> ダメだったの。<laughs> まあまあまあ、馬鹿にしてるわけじゃないですよ。<laughs> やってみたかったんだ、そんな本当に。しょうがないじゃない。ね。しょうがないじゃない。ね、あんたがしょうがないじゃないんだよね。 私自身が。ねまあいろんなことありますよ人生生きてると。いや、だけど、本当にね、まあ、バブエル・マンデブ海峡と航海が通れない、その先の運河ももう通れないっていうことになるとですね、まあ、通らないっていうことなんですよ。自主的な停止になってますから、まあ、自律上封鎖ですよね。だからね。ん、まあ、これは、世界にとっては非常に厳しい。 ヨーロッパにとっては、もう、すんごい厳しい冬になります。で、これでホルムズ海峡来たら、もうヨーロッパも終わりだけど、日本もおしまい。まあ、もなく来そうじゃないですか、やっぱり。ねこれはもう危ない。もう秒読みだよね。カウントダウンでしょ、これ。ホルムズ海峡。だって、バブエル・マンディブだけじゃないもんね。だって、同じところが支配してるんだから、ホルムズ海峡だって行っちゃうでしょ、これは。うーん、危ない。 これはもう近未来だね。近未来の話。2024年は大変な年になりそうですね、皆さん。用意してますかこれ用意しないと乗り越えていけないかもしれないですよ。生き残る用意ですよ。真剣にやっていかないといけないかもしれないね。だってもう何が影響して、あの複雑な世界は絡まり合い方をしてるんですよ。経済、貿易、いろんな政治的なものもね。だから、 今回の、まあ、バベルマンデブ海峡のね、公開的な、その地域が、まあもう全然船舶が動かないことになったという措置で、目に見えない、え、そんな影響が出るのっていうことはじわじわ出てくるんですよ。で、そのじわじわ出てきていく中で、ホルムズ海峡が来ちゃったら、いや、もう日本はね、終わっちゃいますよ。間違いなく。もう全力で用意しないと。 いろんなもの用意してください。え何を用意すればいいかわからないってそれはね、過去の私の動画を全部見てください。1600本ぐらいありますけど。<laughs> 見れないよ、そんな。今さらね、どんな時間かかるんだ。いや、なんかね、怒られたことあるの。あ,あの、翔さん、動画が多すぎて、まあ、ラジオもやってるからね、ラジオも1日5本以上出してるんですよ。5本は出してるの。 で、あの FC2 ラジオっていう、あの、そっちで有料になるんですけど、そっちは陰語じゃないんだけど、あの、何でも喋っていいっていう風にね、あの、許可をもらってるんですよ。で、そっち FC2 で5本出して、こっちでも今、まあ5本で、まあ少ない時は1本2本なんですけど、あの、YouTube はね。なんだけどずっと出してるわけですよ。で、多い時 YouTube7 本とか出してますからで、そうすると向こうも5本出して、多い時12本とか出してるんですよ。 で、それをずっと毎日やってきてるんですよね。バンされた時以外は。バンされた時はさすがに出せないんで、バンされてるんで。あの、バンされた時以外は、毎日出してるんですよ。そう。で、怒られたことあるんですよ。多すぎて聞けないって。いや、ちょっと待ってください。本当勘弁してくださいよ。あの、皆さんがね、まあそういうのもわかります。だけど、 聞くより作る方が大変だなんだよ。本当ですよ。あの、作る方がいかに大変かって分かんないんですよ、きっと。あのね、聞く方が楽ですよ、絶対。あの、これ、喋ってこれ作る方が大変に決まってんじゃないですか。ね。一日にね、あのー、毎日一本作ってる人でも毎日一本って大変で、365日頑張って一年間本当に欠かさず作りましたって、 言ってる人いっぱいいるんですよ、YouTube やってる人で。でも私の場合、毎日平均10本ですから。<laughs> いや、本当ですよ。YouTube だけだと5本なんですよ。平均はね。平均で。だ多い時7本、8本上げてるんで。まあ平均まあ5本ぐらいですよ。だけど、あの、異常だって言われますね。よく、いや、言われますよ、私。あの、ぼ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 ぼぼぼ僕は異常じゃない、ないんだな。 いや、違う。異常だ。いや、どっちだ。いや、ダメだ。あ、その言葉がいけないんだ。それあんまり言うといけないの。YouTube だが、YouTube だが、天国の次郎さん、助けて次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。